嵐の松本三39、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どう、る、家康、日曜後8.00は27日、第33話が放送され、謎に包み、出た、重心、石川和正の出本、天正13年、1585年の前日、が描かれた。以下、ネタバレーリーガルハイ、インフィデンスマン JP シリーズなどの古澤良太、が、 オリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ62作。弱小国、三河の主は、いかにして、戦国の世を、気抜き、天下統一を成し遂げたのか。江戸幕府、大将軍を単独主役にした大河は1983年、徳川家康、日、実に40年ぶり。令和版にアップデートした新、内家康像を描く。古沢氏は、大河脚本初挑戦。松は、 大河初主演となる。第33話は、裏切り者、小牧町、手の戦いに勝利した、徳川家康、松本淳だが、折、信を、浜野健太の裏切りに遭い、一転、大ピンチ、陥る。石川和正、松重豊は、大阪城に赴き、橋場秀室津義との直接交渉に臨むが、秀吉の本、の恐ろしさを痛感。 徳川を苦しめる真田正幸、藤士一の裏にも、秀吉の影を察した和正は、家、に、決死の進言、という展開。家康はおまの方、松、玲奈との間の息子、次男、お義、い、およしまる、岩田、生を秀吉の養子にした。お義いは、後の勇気、安市、岸間匠、徳川秀忠、森崎ウィンの兄として徳、の天下を支える。 天正十三年五月、新州、木曽山中。羽根、ひ佐藤竜太は正行に接触。領地、沼田梅、李、真田は徳川と対立中だった。同年七月、秀吉は家の最高職、関白に任官。名実共に、小田信を超えた。大阪城。和正は再び、秀吉と対面。秀吉、我が身に腕として働けと、使うと、 秀長はさなだ。名前を出し、もし誰かがこっそり裏から手回しって、で、さなだを助けたらと揺さぶりをかけた。同年、さなだが徳川から離反し、上田合戦が勃発。徳川は、鳥居本忠、彦衛門、弟卓信、大久保忠よ、小、信也が揃いながら、上田から撤退した。本田忠だ平八郎、山田裕樹たちは、岡崎決戦を主張。しか 繁栄を極めた大阪の町を目の当たりにした清はもはや秀吉の天下は崩れぬ。小牧長くて戦いに勝ってはおらぬ。あんな勝利は些細なと今の我らと秀吉のありさまを見ればどちら勝ったのか誰の目にも明らかじゃ。家康に上を進言した。勝政は殿は化け物にはかないませ。秀吉の進化に入るべきと存じます。従いませ。 岡崎城代としてお断り申す。家康は、ならば、岡城代の任を説く。と決裂した。境中寺、左衛門の大森直が仲裁し、数政は、家康と二人きりの子、い、わしは、戦なき世を作る。この世を浄土に、る。そう心に決めてきた。苦しくなどない。家康、決意に、数政は、危うく忘れるところでござ。とのを、 天下人にすることこそ、我が夢であると、悟るを決め申した。もう一度、この老体に、無知だ、手を暴れいたしましょう。私は、どこま、も、殿と一緒でござる。家康の目から涙。どこか、気に取られた表情にも見える。一礼し、下がる、せい。去り際、家康に背中を向けたまま、殿、決して、忘れあるな。私はどこまでも、殿と一緒、ござる。 言葉とは裏腹に、その覚悟が出本だ。和正邸は、もぬけのから、駆けつけた家康に、忠臣、石川和正、その歳子、その家臣、出本いたして後、いますと報告。家康は、和正の置き手紙を読む、白殿風天下人なり、SNS 上には、一緒であり続ける、目の出本、困難なく、どこまでも忠義な、器、貧乏な男ですな。 瀬名と同様に、心だけ預けて、雷の殿に託すんか、涙、これは離反というより、ら人質に言ったようなものでは、松重和正に、雷がきだよ。どこまでも、殿と一緒ってなんだ。その信頼感と、自己犠牲、殿は一回、大阪界隈を、敵た方がいい。一番交渉に長けてるのが数、だったとしても、やっぱり他のか診断も、大阪、誰か一緒に行くべきだったと思うの。 たられ、徳川の天下を思い、景況を思いとどまらせる、目の裏切りという解釈、猛烈な喪失感。結局、字の本心を誰にも明かさず去ってしまったな、の声が上がった。次回第34話は、豊臣の花嫁、9月3日、正出本の真実が明かされそうだ。